必ずやろう日本最高ああ安谷隆ですこの動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします4月13日のデイリーニュースをお伝えいたします日経新聞がロシアが米半導体輸入1000億円制裁に穴中国経由7割というこういう記事を上げましたこの記事はですね日経と日経の英字媒体である日経アジアが まあ、ロシアの通関データをこう入手した上でですねロシアによるウクライナ侵攻後の昨年のロシアのですねこの半導体の輸入記録これをですねこう調べていったっていうものなわけなんですねでその結果としてアメリカの半導体の輸入額というものはですね7.5億ドル程度これは 進行前の2.7億ドル程度からですね2.8倍ぐらい増えているということが分かりましたでなおアメリカに限定しないとですね進行前の2.9倍に相当する10.8億ドルこういういい感じになっています、まあ、つまりですね進行前と進行後これを比べると、えー、もうこの急激に増えている3倍近く増えているということが分かるわけです。 で半導体っていうとですねこの台湾や韓国これがねバーンとこう頭に浮かびやすいところだったりするわけなんですが、まあ、ロシアがこの輸入している半導体の7割が、ね、アメリカの半導体だということになります。まあまあ、これも、えー、その台湾の TSMC とかにね一回委託した上で、えー、こう作り上げられたものっていうのも、まあ、含めてのことだと思いますが、まあ、そういうアメリカの半導体ということになります。 で中国のです、ね、半導体流出っていうのもまあ当然あるべきというふうにはあ、ねえー、見た方がいいとは思うんですがあ、まあ、ウォール・ストリート・ジャーナルの、ねまあ、報道によると、まあ、中国の,この半導体輸入っていうのはいっ、ねまあ、一旦ずっと起こってそれからです、ね、この回復してきてはいるんだけれどもそれでもこのウクライナ侵攻前の,この平均水準そこまでは戻っていない。 これはもちろんあのロシ、対ロシアの話だけの話なんですが、まあそういうようなことが記されていました。 でそれはともかくとしてですよ、まあ、軍事用に必要な半導体というのを、まあ、ロシアがです、ね、この必死こいていっぱい集めているということが分かります。で私以前にですね、まあ、ロシアがこの冷蔵庫であるとか洗濯機であるとか、まあ、こういう家電製品の形で半導体をね、えー、こう手に入れているんだなんていうね、まあ、こういう話もしたことがあります。ですからまあそういうものまで含めていけば、まあ、実際にはさらにもっと多くの,この半導体というものが おそらくはあそのロシアの手には渡ってるんだろうとでそしてそれらがですねこの軍事用にこう転用されているんだろうというのはあ当然想像はついたりしますでさてまあ、ロシアがこうしたこのアメリカの半導体というのはどうやって手に入れてるんだろうかっていうことになるわけですよねで当然アメリカはですねこのロシアに対して えー、そういう半導体を直接こうを渡すということはもう完全にやめているわけです。でアメリカの企業もそのアメリカ政府の方針に従ってロシアに対して半導体をこう渡すっていうことはもう一切やらないようにしているわけなんですね。ということは。 第三国宛てに一回こう渡されたものまだそのロシアに渡るなんてことを知らないでえむしろちゃんとそ,のそれぞれの国の中で使ってくれるということで渡したものがまあ実際にはその国の中で使われることなくですねロシアにこう渡っているものが結構あるというこういう話になるわけなんです。 ではこういう形でもってこの第三国を経由してロシアに行くというこの第三国って一体どこなんだってことなんですがこれが圧倒的に多いのが中国ななんんだってことなんですで中国本土を経由するものが26%香港を経由するものが49%で実はこの両者をですね加えていくと全体の75%つまり4分の3。 これを占めるということになってくるわけなんですね。で、それに続いて、えー、トルコとモルディブがそれぞれ6%、UAE が4%と、えー、いうことになっていて、まあ、あこれだけの国で,ですね、ほぼ90%になるという、こういう感じです。で、こうなると、こういう第三国を経由してですね、こう、えー、そのロシアにね、えー、この半導体が渡るのを、どうやってこう防ぐかっていうのが、 ここれは課題ににななるるとということになるわけですで現段階においてはその違反した企業というものを見つけてはですねここの企業とはこれを取引はしてはいけませんとあそこの企業とは取引はしてはいけませんと、まあ、こういう感じになっているわけですがしかしながら新しい企業を立ち上げられた場合にですねもう完全にこれ抜け穴になっちゃうっていうことにもなるわけなんです。 でこういういこともあってですね、の件についてはなかなか実効性のある処置を取るっていうのはしんどいってことになるわけなんですが、まあ、そううなるとですねこれを企業単位で考えるっていうのではなくてもうね国家単位でこういう感じでこう見ていくっていうことが必要になるんじゃないかっていうふうに私は思うわけなんです。で大きな違反があった場合ににはですね、もうその国家に対して もうロシアとね、同じように原則としてこう輸出しないよっていう、そういう規制を加えるみたいな、えー、ことをやり、で、半導体が来なくなったら、これは困るという、その各国政府に対してね、えー、この通貫管理というものを徹底させるんだと、と、えー、いうことぐらいしかちょっとやりようがないのかな、なんて思ったりします。で、これにしても、まあ、本当の意味にもいての決定打になり得るのかっていうのは、これは、 まあ実効性がどこまであるのかがちょっとわからないところもあるんで難しいところもあるんですがまあ悪質な違反が露見した場合にですね半導体の入手がこうできなくなってくるかもしれないというまあそういうその恐怖感というものを各国政府に与えることによってそのれぞれの国の取り組みというものがま今の水準よりも抜本的に強化されるということをやはり期待するしかないんじゃないかというふうに今一応見ています。 でさて、まあ、これに関連してロシア経済これについてですね、まあ、どう見ればいいかっていうことを、えー、皆さんにね改めてお伝えしようと思います。で私はまあ,あのまだ数回前の動画ですがロシア経済がこう中長期的にはですねこの行き詰まるんだよってこれはもう確実だよみたいなあこういう感じの話をしたことがあったのを、えー、覚えてらっしゃる方も結構いるかと思います。 でこれに対してですねまあロシアに対してまあ親しみを感じているそういう立場の方からあだと思いますけれどもいや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 西側の制裁なんてロシアに全く聞いていないとかねえあるいはロシア経済はむしろ西側の制裁によって強化されたんだなんていうね、えー、なんかもうむしろ制裁された方が嬉しかったんですみたいなそんな主張される人もですねえ書き込みの中にはあったりしました。 でさらにですね、まあ、そういう言論をされている、まあ、著名人もですね、まあ、ああいらっしゃるようなああということがですねやはりコメント欄には、えー、書かれていてへえそんな人がまだいるんだっていうことでもってですね、まあ、私自身驚いたということもあったりしました。 でそれで、まあ、ロシア経済全般について話をするっていうのはちょっと大変なので今回はもう財政のことだけに絞ってですねロシアが本当に非常にこの厳しくなってるっていうことを、まあ、説明してみたいなというふうに思います。で私が今回参考にしたのは韓日本海経済研究所共同研究員であられる杉浦俊弘さんのこれの論考なんですね。 で杉浦氏は元は伊東忠にいて、まあ、ロシア担当の商社マンだったという人なんですでその後ですねサハリン石油ガス開発に7年間滞在したということもあってまあロシア通であり、えー、この石油天然ガス関係、えー、これらのことについて非常に造詣が深いでまたロシア語も非常にこう流暢にしゃべることができそして、えー、この「 ロシア語の文献をですねバン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 、えー、こう引っ張ることができるでさらに、まあ、人脈を通じてですね、まあ、こんなデータがあるよ情報があるよっていうのを当然ロシア側からあいろいろこうね手に入れることができるよ、まあ、そういうタイプの方なんですね。で彼が作ったですねこのロシア国家予算案の概要の表というものがあるのでそれをちょっとご覧ください。 まあちょっと複雑そうに見えると思いますが、まあ、なるべく簡単にそのポイントだけ説明しますのでお付き合いください。で、この表は当然この杉浦氏が作ってくれたものなんですけれども、表に出ている数字はですね、ロシア政府の発表によるものです。杉浦氏が勝手に推計したというようなものではないので、まあそれはちゃんとですね、公的なものであるというふうにご理解ください。 でそこで最初にですね2022年奇種予算案の列の予算案想定ゆかっていうところですね、えー、黒字超ルーブル GDP 比というふうになっている、えー、そこのところをまずご覧ください、えー、原油価格がですね1バレル当たり62.2ドルであることを前提に 2022年の最初のこの年間予算というのが組み立てられたということになるわけなんです。でこの段階においてはまあ皆さんわかると思いますけれどもおまだですねそのウクライナに対して侵略をするということについて前提としては置いていないまんまこの予算が組み立てられているわけなんですね。 そうすると1バーレルあたり62.2ドルであるっていうそういう前提でいった時にですね、えー、その国家予算的には1.33兆ルーブルの黒字になってそれは対 GDP 比で1%の黒字、えー、ということになるんだよという、まあ、そんな予測を立てていたということになるわけなんですでこれに対して2022年実績の列の同じところというのをちょっとご覧ください と言っても、今度は実績なのでですね、予算案想定床のところ、ここはあの予算の段階で想定したやつですからね、ここは空白になっていて、その下の床実績のところに数字が出ているということがわかるかと思います。で、その数字は1バーレルあたり76.1ドルというふうになっているのがわかりますよね。 2022年のですね、まあ、機種の予算案の段階では、62.2ドルだったのが、これよりもずっと高くなってですね、1バーレルあたり76.1ドルになったということがわかるわけなんです。で、そうすると、これ予定よりもずっと高い値段になっているわけですから、これはロシア政府としては相当儲かったってことになるはずじゃないですか。 でところが、ロシア政府の財政が黒字なの、赤字なのっていう。これを見た場合、ですね。なんと三点三。一兆ルーブルの赤字になって、それは対 GDP 比で二点。ゼロパーセント。これに相当するんだ、ということがわかるわけなんです。でそうすると、ですね、石油価格が上がっているのに、財政は急激に悪くなった、ということになるわけなんですよね。で、これは一体、どうしてこんなことが起きたのって言った時に。 そりゃあウクライナで戦争やってるから戦争にものすごいお金がかかってでその分ね、えー、このひどい状態になったんだなんていうことは、まあ、簡単にわかるんじゃないかということなんですつまり戦争なんかしなければですね財政は大きく黒字だったはずなんですけれども戦争なんか始めちゃったがためにですね財政が大きく狂ったとこういうわけなんですね でさて、2023年、奇襲予算案の今度はその列を見てください。えー、予算案想定床はですね、70.1ドルになっていて、まあ、去年の62.2ドルというその奇襲予算案から見た場合ですよ、相当高い、この1年めちゃめちゃ高い、その石油価格になるんだ、みたいな、こういうことを前提にしてるってことが分かりますね。ところがですよ、 えー、この70.1ドルになっていてもなんですが財政赤字は兆ルルーブル、えー、これは GDP 比で2.0%に相当するわけですがそれだけの赤字が生まれるという予測をそもそも立てているということが分かりますよね。つまりここまで石油の価格が上がっていたとしても、えー、戦費によってですね、えー、その赤字財政になるのはもう避けようがないと。 こういうことになっているわけです。さて、それではですね、この、えー、予算案想定ゆかである70.1ドルというのは、これは果たして現実的な価格だっていうふうに言えるのかってことなんです。で、それは実際には大変厳しいというふうに私は言わざるを得ないというふうに見ているわけなんですね。 でそこでこの侵攻前侵攻後を通じですねロシアの原油価格というのがどう推移してきたかというのを示すグラフがありますのでそちらをご覧くださいでこちらのグラフもですね杉浦氏が作成されたものですでこちらを見るとウクライナ侵攻前はですねロシアの売られる原油の価格というのは北海ブレントよりは少し安いけれども WTI とはほぼ変わらないえそんな値段であったということがわかりますよね。 でそしてロシア侵攻の直前あたりからですね北海ブレントあるいは WTI との価格差が広がるようになってきてで侵攻後はこの差が一気に拡大したということが分かります。で侵攻後はですねロシア以外から買おうとする動きというものが強まったので北海ブレントや WTI を求める動きというのはこれは強まったわけなんですけれども。 えー、その一方で西側が買おうとはなかなかしないウラル原油の方はですね価格が低迷するということになったわけです。でロシアはですね原油を買ってくれるところがこう減っちゃったっていうことがあるわけででそうすると買ってくれるところにですね何としてでも投げ売り状態でも売るしかないということになってしまいで、えー、そうしたことによってですね まあ、あひどいい状態になっているということにななるわけなんですでこれで大儲けしているのが中国とインドだということはまあ私はですね前回もお話をしたところですよね。でそれではそのじゃあ WTI とそれからあそのウラル原油とのこの値段の差が一体どのぐらいあるのかっていうと、まあ、今の状態で1バーレルあたり30ドルぐらいの価格差というものがあります。 これを割合的に考えると35%程度のディスカウントになるというふうにまあ見れば良いのかなということになるわけです。でここから逆算するとですねこの WTI の価格が今年1年の平均でですね100ドルを超えているまあ105ドルぐらいから110ドルぐらいですかそのぐらいにならないとですね ロシア産の原油のこの平均価格というのが70ドル程度になるってことは考えられないってことになってくるわけなんです。で以前にもお伝えしたと思うんですが世界的に石油の投資というのはここ数年進んでいないということがあるので仮に石油需要が急増するというようなことが起こればですね 原油価格ゆかは大幅に上がることになるというのはこれはどうにもならない避けられないっていうことになるわけでこれに対する警戒心というのはですね私たちははちはととっっててななけければいけないいいう,ふうには、えー、思ってはいますただ今年世界経済がぐわっとこう上向くなんていうことはまあ考えにくいっていうことになりますよね。 え、金利引上げによって需要が抑え込まれているってうことがありました。そして銀行に対する不安がぐわーっと高くなったがゆえに、銀行は現金ポジションを高めざるを得ず、そうすると貸し出しを減らさざるを得ず、まあ、ぶっちゃけ言えば貸ししぶりというものが起こっています。 で中国経済に対する幻想をですね、まあ世界は持っていて、いや今年は中国はバッとこう経済がね、回復して5%成長になるんだなんて、みんなね、平気で信じてますけれども、現実の中国経済を見たらそんな状態にはなっていないわけであり、この幻想が剥がれていくということも今年考えていかなければいけないわけです。で、先日発表された IMF の世界経済見通しはですね、 今年の経済成長率予想を、まあ、前回1月に発表した2.9%という予想から、えー、2.8%へとですね、まあ、わずかながらですが、下、まあ、方修正するということになりました。まあ、わずかながらなんで大したことないよねなんてね、まあ、皆さん思うかもしれませんが、ところが IMF は今回結構不吉な言葉をですね、今回の世界経済見しの中には加えているわけなんですね。でそれが、 見通しへのリスクは下振れ方向に大きく傾いておりハードランィングとなる確率が大幅に上昇したこう書いてるわけなんですよ。つまりその順調に経済がそのなんか変なことが起きないで回るとしても2.8%になっちゃうよと。でも そこで問題が何か生じればですねもっと落っこって世界経済がクラッシュするような可能性だってあるんじゃないのっていうことを IMF は認めたっていうことになるわけなんです。で前々からねこのチャンネルをご覧になられてる方は ねえー、お分かりになるかと思いますけど私はあ非常にこの厳しい経済の見通しというもの、まあ、世界経済に関してですが、えー、そういう見通しというものを示しているということが、えー、あったりするわけなんですがでその見方に IMF の見方というのがですねこうだんだん接近してきてるっていうのが分かるんじゃないかなというふうに思うわけです。まあ、それはちょっとねその横に置いておいてなんですが。 まあとにかく私が分かってほしいのはロシア政府のえ今年のですね予算案の想定床となっているこの70.1ドルというラインが相当無茶な数字であるということで,でおそらく年間を通じてです、ね、1バーレル50ドルをまあおそらくこう切っている状態というのがこれが平均価格としてはそうなるんじゃないかと。 いうふうに見込んだ方が私は正しいんじゃないかということをこれをですね抑えてほしいわけなんです。でさらに言えばなんですがロシアの原油生産の限界費用というのは一番荒れるあたり44ドルと推定されているということをですねこれはロイターが報じているわけなんですね。で限界費用っていうのはちょっと分かりにくいんですけれども えー、すでにですねこう石油を掘るための設備をいっぱい投入してもうそういうことは出来上がっています、ねえー、その石油を掘るのに必要な人たちも、えー、それなりにもうちゃんと整っていますでこの状態から1バーレルあたりこうね石油を増産するということをやった時にこのバーレルあたりですね えいくらぐらい追加費用がかかりますかっていう話をしているのがこれが限界費用と呼ばれているものなんですでこの限界費用が44ドルだってことになるとロシア原油の生産コスト自体は全体として見た場合には、えー、この44ドルよりもさらに高いってことになってきますよね。 でおそらくこれ50ドル程度ではないかというふうに見込まれているわけなんです。でそうするとそもそも1バーレル50ドルを切る価格で石油を生産するなんてことをやってみてもですねこれ利益が全然出ないというこういう悲劇にもなるんだということも理解しておいてほしいわけなんです。 でさて杉浦氏はですね3月23日付の、えー、ロシアのコメルサントという、えー、そういう新聞記事のこの報道に基づいた上で、で、えー、2023年1月1日から3月8日までの、えー、ロシアの国庫歳入というものが3兆ルーブルだったのに対して、えー、それに対する歳出というのが6.3兆ルーブルになっていて。 なんとこの2ヶ月ちょっとの間においての赤字額がですね3.3兆ルーブルになっているんだということをこれを指摘しているわけなんです歳入よりも歳出の方がこう2倍以上多いというこんな話が出ているわけなんですねでこんなことがずっと続くわけがないじゃないですかでこれ埋めるためにはむちゃくちゃな増税やるかですね莫大な国債発行をするかしか 打つ手がないですよね。で、莫大な国債発行に踏み切れば、それは悪性インフレを引き起こすのはこれは避けられないじゃないですか。で、そしてこの増税するにしよう、その国債発行をするにせよですよ。これロシア国民の支持って得られるんですかってことなんですよ。全く得られないですよね。インフレになったっていや、増税だっていや、どっちだっていやに決まっていて、でそれを。 なんでウクライナにそんなね戦争をやることによってそんな痛みを我々がね受けなければいけないんだって当然思いますよねでこういう観点からもですねこのロシア経済が積みつつあるってところをですねぜひ理解してもらいたいと、えー、そんな風に思っているわけですまたベルマークの通知設定を全てに切り替えていただきますよう併せてお願い申し上げます Thank you